はい、どうも、笹原です。今回は、10回足を振る運動した方が、1万歩ウォーキングするよりも、寝たきりのリスクってのを半減できますよ、というテーマについてお伝えします。まず最初に一つお聞きしたいんですけれども、将来寝たきりにならないために、ウォーキングすることが大事や、っていうふうに思ってないですか？これって実は半分正解ではあるんですけれども、半分不正解なんです。実はウォーキング1万歩すると言っても、ある一つの部分っていうのがちゃんと使えてないと、ウォーキングっていうのは体を良くするどころか逆に悪くしてしまうんです。なので正しくは今回お伝えする足を振る運動をして、ある部分っていうのをしっかり動かせるようにしといてほしいんですね。で、このある部分っていうのをちゃんと緩めた状態で、ウォーキングっていうのを7000歩とか8000歩、適量をちゃんとやっていくことによって、寝たきりのリスクっていうのを大幅に下げることが可能になってくるんです。なので今回の動画の目次はこのようになっています。まず寝たきりにならないために10回足を動かして、しっかり動かしてほしい重要な関節についてお伝えします。で、その次にその重要な関節っていうのをしっかり動かすための足振りの具体的なやり方ですね。で、このやり方っていうのを立ってやるやり方と寝てやるやり方っていうのを2パターン具体的にお伝えしていきます。で、さらに今回特典パートとしまして、要は関節をしっかり動かした状態で正しく歩くっていうのが大事になります。なので関節の負担をかけなく歩ける、正しい歩き方、正しいウォーキングの仕方っていうのを動画の最後ですね、最後に特典として特別にお付けしています。なのでこの動画をしっかり見ながら足振りを実践して、できる方っていうのは正しい歩き方っていうのを実践していただいて、将来の寝たきりのリスクっていうのを大幅に下げていただければなと思います。ではまず最初に、寝たきりにならないために重要な関節っていうのはどこなのかというと、足のこの付け根にある股関節と呼ばれる部分です。ではなぜこの股関節というのが重要なのかというと、まず若い頃ですね、若い頃っていうのはこの股関節をちゃんと前後にですね、こう前後にしっかり動かして歩いたりすることによって、そんなに体に負担をかけずに歩いたりすることができているんです。ただ年齢を重ねてくると、このお腹の力っていうのが少し弱ってきて、で姿勢が悪くなって膝が曲がって、でこういった状態で少しです、足を上げずにするような感じで歩きやすくなってしまいます。するとどうなるかというと、この股関節っていうのを全く動かさず、ここがガチッと固定されたままで歩くっていう風になってしまうんです。するとどうなるのかというと、まあ、車でちょっと例えた時に、まずちゃんと股関節が動いた状態だと、要はちゃんと関節が動いてまっすぐ前に歩けるので、もうアクセルを、車で言うとアクセルを踏んだ状態でまっすぐと前に進めるんです。しかしこの股関節っていうのが全く動かなくなってしまうと、ここが固まった状態で、体全体をドシドシと進めて歩くようになります。すると、ぐっと踏ん張った時にすごく筋肉でブレーキをかけながらですね、ブレーキをかけながら歩くって形になってしまいます。じゃあ車で例えた時に、もうアクセルをずーっと踏んで進む車と、こうアクセルを前に踏みながらもブレーキをしながらですね、アクセルとブレーキを同時にしながら進む車、どっちの方がなんか負担かかりそうなイメージありますか？そうなんです。股関節を使えずに歩くっていう歩き方の方が体に負担がかかってしまいます。で、それさらにブレーキをかけるときに筋肉を使ってブレーキをかけてしまうので、過度な筋肉の緊張が増して、それが膝の痛みとか、あとは腰痛とか、いろんなところの痛みにつながってしまう。で、すると余計に関節を使って歩かなくなってしまうと、さらに負担がかかる。で、負担がかかると痛くなって歩く量が減ったりとか、で、こけやすくなったりで寝たきりのリスクが上がってしまう。つまりウォーキングがいいって思って1万歩ですね、1日1万歩こんなアクセルとブレーキ同時に踏みながら歩くのある方は、無理やりしてたら体っていうのを壊しやすくなってしまうんです。なので、そういった1日1万歩にこだわる前に大事になってくるのが、まずこのちゃんとですね、股関節っていうのを動かしてスムーズに歩けるような状態を作ってあげる。これが寝たきりにならないためには非常に大事になってくるんです。なので今からですね、この股関節っていうのをしっかり動かすために簡単にできるこの足振りのやり方ですね、っていうのを立ってやるバージョンと寝てやるバージョンですね、この2パターンでやりますので、なので立ってできる方っていうのは立ってやるバージョンで、で、ちょっと膝が痛いとか体が痛くて立ちながらやることができないって方は、後でお伝えする寝ながらやるバージョンっていうのを実践していただければなと思います。
入らまず立ちながら股関節をしっかり動かすことができる足振り運動のやり方についてお伝えします。ではまずこういった壁の横に立ってください。でこの壁の横にこうやって手を押さえながら足をこうやって振っていくんですけども、この手の位置は左で支える方が楽やったら左手をこのような形でしてください。でもし右で支える方が楽な方っていうのは右でこういった形で壁に手をつくようにしてください。ただこれはどちらの手でも大丈夫ですので、自分が支えやすい方の手っていうのをまず使うようにしてください。で次が結構重要なポイントなんですけれども、まず股関節がちゃんと使えてない人っていうのは、姿勢っていうのが絶対関節っていうのが膝が曲がったり股関節が曲がったりしてしまってます。でこのまま動かしてもしっかり股関節が動かないんですね。なのでポイントとしてはこの支える位置っていうのをちょっと上目ですね、斜め45度ぐらいの位置まで、持ってきてしてほしいです。でこの手の位置を上にすると自然と上体の位置って上に上げないとダメになります。でこう上半身の位置を上にするとこうやって曲がってしまっているのが上に行きやすくなるので、できるだけ手の位置っていうのを上に持ってきて上体を上に上げてあげる意識を持つんですね。まずこのポジションで実践するようにしてください。ただこの位置でちょっとなんか肩が痛いとか腕がしんどいって方はこの手の位置は横でも大丈夫ですけども、ただこの位置で横の位置でこうやって上半体が下がってしまうとしっかり股関節使えないですので、手の位置横でもいいので上体の位置をなるべく上にですね、ぐーっとまず上に伸ばしてあげる意識を持ってこの位置で足を振るようにしてください。では次やり方ですけども、まずこの股関節の前後にですね、こう前後に大きく足を振ります。でこの時に注意してほしいのが、なんか力を入れてこうやって足を振ろうとすると下半身の筋肉を使ってしまうので股関節はしっかり動かないです。なのでもう足はなるべく棒のような感じでブラ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 と前後に股関節を動かします。でこの動かす時の注意点なんですけども、こう動かす時に上半身がこうやってなんか前後にこう動きすぎてしまうと上半身で動いてしまって全然股関節が動かないですので、できるだけ上体の位置っていうのは変えずにこの足だけですね、この足だけでちゃんと前後に振るようにしてください。でこの前後位置で10回ですね、10回足を振ったら次は左右ですね、こう左右に足を振ってきます。でこの振り方も上体の位置はまっすぐのまま、この支えてる足の反対側の振る方の足を前にして、この前側でこうやって足を振るって形で実践してください。でそれで前後左右ってやったら次は回して動かしますので、股関節このような形ですね、こう外回しにこうやって動かしながら股関節を動かしていきます。でこれも足にグッと動かそうとせずに、この足はもう棒みたいな感じでもう股関節を動かして足を振るっていうようなイメージですね。で動かし方もこの膝をなるべく大きく円を描くようにですね、この膝で大きく円を描くような感じで外回しに10回回していきます。で外回し10回で次は反対ですね、外から内の内回しですね、内回しに10回こうやって動かしていきます。でこれも膝をなるべく外からこう内にこうここの前で円を描くような感じで10回動かしていきます。では左右を一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まず壁の前に立っていただいて手の位置を置きます。でなるべく高い位置にですね、斜め45度ぐらいの位置にしていただいて上体を上に上げる、これがしんどかったら手を横の位置でも大丈夫です。でちゃんと上半身を起こしてからこの股関節を動かしていきます。ではまず左から動かしていきますので、動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まず前後いきますね、はい、前後ろ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、では10回は次反対の右足いきますね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、次最後に10回足を振っていきますね、はい、まず左からいきますね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、次反対いきますね、右足いきますね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、
9、10、はい、次外回し10回いきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、次反対の足10回いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、次内回し10回いきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、次反対の足10回いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、では以上の一通りの流れっていうのを1セットし、できれば2セットから3セットほど実践してほしいです。それでしっかり股関節を動かすことによって寝たきりのリスクっていうのを下げることが可能になってきます。はい、では次は寝たきりのリスクを下げるために動かしてほしい股関節を動かす寝ながらできるやり方についてお伝えします。では早速まず一つ目のやり方ですけども、足をちょっとですね開いていただいて、こう内にした時につま先同士がぶつからない位置に足を広げてください。でこの状態で内外と足をブラブラと左右に動かします。でこれを内外1で、これも10回ブラブラと足を動かします。でこれが10回終わったら次は両膝を立ててもらって、でこれも足をややですね広げてもらって、でこの状態で左の足は外に開く、で右の足は内に持ってくる、これを内、要は左右ですね、これを左右1として、これも10回ですね。10回、なるべく力を抜いた状態でブラ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 左右に動かします。でそれができたら次はこの股関節を左右片方ずつですね、まず左からこう外側にですね、外側にこうやって回して股関節を動かしていきます。でこの時の注意点ですけども、反対の足っていうのは伸ばしといてもらってもいいんですけども、伸ばした状態やとこう足を上げる時に腰を反ってしまって腰を痛めてしまうリスクがあります。なので腰の負担を減らすためにはこうやって両膝を曲げた状態でやっていただいた方が腰にかかる負担っていうのは減るので、まあ、できれば両足立てた状態でこうやって股関節を動かすようにしてください。で左こうやって外に回した時、反対の右側も外側に10回回して股関節っていうのを動かしていきます。で終わった次、反対ですね、膝をこう内側にですね、内側にこうやって10回、左10回で右も10回ですね、動かして股関節っていうのをしっかり動かしていきます。ではまた一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まず両足を伸ばしてもらって足を開いてですね、で内にした時に足がぶつからない状態のところまで広げます。で左右10回足を振っていきますね。ではいきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では10回また次は両膝を立ってもらって、で足をやや外に広げてもらって、次は左右に動かしていきますね。ではやっていきます。左右です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では次は左足を外側にこうやって回して、これを10回回していきます。ではいきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では次反対の足10回いきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
7、8、9、10。はい、じゃ次左反対回し10回いきますね。ではいきますね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃ次反対も10回いきますね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では以上のこの一連の流れを1セットとして、こちらの寝ながらのやり方もできれば2セットから3セットほど実践してほしいです。それでしっかり股関節を動かすことができることによって、寝たきりのリスクっていうのを下げることが可能になってきます。はい、以上が寝たきりのリスクっていうのを大幅に下げるための10回足振りの運動のやり方になります。で、このチャンネルではこういった動画のような寝たきりのリスクを下げてですね、生涯自分の足で歩くために有益な情報っていうのを発信しております。もしこの動画が役になった、参考になったって方はグッドボタンを、あとチャンネル登録までの方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。はい、で今から特典パートとしまして、関節に負担をかけない正しい歩き方についてお伝えします。で、この歩き方って聞いたら、なんかそのかかとからついてとか指先からっていう、なんかすごくいろんな指導やり方があるので、正直難しく感じると思います。ただ安心してください。関節に負担をかけず歩くっていうのは、そんな難しく考えて歩かなくても、ある一つのポイントっていうのを意識して歩くだけで、関節に負担をかけずに歩くことっていうのは可能なんです。じゃあどこを意識するのが大事なのかというと、それは歩き方の下を意識するんではなくて、この上半身の位置ですね、ここっていうのを上に上げながら歩く、これを意識するだけで関節に負担をかけずに歩くことが可能になってきます。特に最初にお伝えしたように、股関節使って歩けずですね、こう負担をかけながら歩ける人っていうのは、上体をこうやって下げてしまって関節を曲げて歩いてしまっているせいで、アクセルで前に踏み出きながらもブレーキをかけるってことをするから、体に負担をかけてしまってます。なので下半身に負担をかけずに歩くために大事なのは、上半身の位置っていうのを下げたまま歩くと絶対関節が動かないから負担がかかるので、この上体の位置っていうのも上に上げてしまう、要は手を万歳するような形ですね。で、こう万歳したら絶対に上半身の位置が上に上がりますので、なるべく耳の横まで上げる、ここまで肩が上がらない、もしくは痛い人はなるべくいける範囲までですね、いける範囲まで手を上げていただいて、上半身をぐーっと上に伸ばすような意識をしたまま、こうやって歩くですね、こうやって歩くことを家の中とかで練習することによって、関節に負担をかけずに歩くってことが可能になってきます。ただこれを聞くと、いや家の中ではできるけど外ではできないやんって思われた方もいていると思います。そういった方っていうのは、手を上げなくても手を下ろした状態です。下ろした状態で、このおでこですね、おでこの位置っていうのを下げるのではなくて、やや上にですね、上に持ってくる意識っていうのをしてください。で、このまま顎を引いてですね、顎を引いて、このおでこの位置っていうのを下げないまま、おでこを前にこうやって直進させるような意識で普段歩いてみてください。このおでこを意識して歩くっていうことをするだけで、この辺にですね、もう下に下がっちゃったおでこをこうやって下げながら歩いてしまいますけども、おでこを上げるっていう意識を持つと、上半身の位置が自然と上がりながら歩くことができるので、股関節がちゃんと動きやすい状態で歩くことが可能になってきますので、下半身に負担をかけず正しく歩くことができてきます。なのでぜひですね、今回お伝えした足振り運動で股関節が動きやすい状態を作ってから、さらに正しい歩き方で股関節がちゃんと使えるような歩き方をするですね、この両方をしっかりですね意識してやっていただくことによって、寝たきりのリスクっていうのを大幅に下げることができますので、ぜひどちらも実践していただいて、将来寝たきりにならないような体っていうのを作っていただければなと思います。